ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介させていただく車がこちら、はい、こちらですね、はい、C63 ワゴン、はい、はい、C63 S ですかね。 S です、はい、S ですね、はい、のエディション1、エディション1ですね、はい、こちらをご紹介させていただきます。はい、じゃあ早速ちょっと外観から見ていきたいところなんですけど、はい、テンション低くない？そうっすか？低くないです。大丈夫です。大丈夫、はい、ちょっと この辺僕ちょっと知識、まあ、いつもなんですけど、うん、ちょっと知識がないんで、そうですね、はいはい、今回ちょっと、まあ、エディション1っていうのが、まあ、はい、なんですかね、デビューした時にオプションをたくさんつけて販売するっていうのが、はい、デビュー記念の車なんですよね。まあ、そうですね。最近そういうの多いですよね。多いですね、はい、なんかローンチエディションとか、はい、ファーストエディションとか、はい、でメルセデスの場合はエディション1っていう、はい、結構いろいろ特別なんですよね。できます、はいはい、でも一応ワゴンもエディション1の中でも一応多分限定50台なんですよ、はい、あ、そんな少ないですね。少ない、少ないんです。なんか結構珍しいんです。あ、なるほど、はいはい、なので、まあ、そういったところ細かいところで紹介させていただくのと、あと結構、はい、今回ドレスアップもちょこっとしてるので、はい、そういったところもまあご紹介したきながらと、あとは、まあ、はい、今乗っている方にも参考になる、あ、なるほど、乗り捨ても仕方なので、はいはいはい、ぜひ見ていただければと。で、僕的には全く知識がないんで、ちょっと装備の方なんかもちょっと充電的に見ていきたいなっていう、はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずフロントからいきましょうか、はい、でエディション1の特徴としてはその、はい、まあ、赤と黒、はい、まあ、セダンはそうなんですね、はい、クーペになると黄色、まあ、黄色というか内装は黄色とかっていうのが入ってきてるんですけど、まあ C クラスに関してですけど、今回こちらフロント周りはまず下の部分っていうのはもう純正の形でも塗っちゃってます、エディション1の。あ、そうなんですね。そうです、はい、ここら辺は純正で、じゃあもう結構ブラックアウトされてて締まったこうフロントフェイスになってるんですね。で、今回さらにプラスしてこのグリル、この部分も黒く塗ってます、はい、サテンブラックな感じですかね、はい、エンブレムも合わせて、はい、スモークウィルも貼ってます、ね、あ、なるほど、はい、はい、で、あとはエンブレム、これですね、まあ 年式、はい、まあ、年式って言ったら後期っていう形なんですけど、はい、一応本来シルバーなんですけど、はい、ここは黒のやつに変わってますね。なるほど、はい、でこれライト黒いのもこれなんかエディション1なんですか？いや、ライトはこのままです。あ、このままなんですね、はい、ですね、はい、なるほど。で、横を行きますと、はい、まあ、この辺コイルは詳しいんじゃないですか？はい、BC40 でございます、はいはい、まあ、オーダーメイドの単造ホイール、はい、はいですね、この車用に多分作ったホイールじゃないでしょうか、はいね、はい、でキャリパーも赤になってます、はい、で車高に関しては、はい、まあ、このオーナーさん C クラス実はかなり乗ってて、はい、セダンも乗ってて、はい、ワゴン乗ってで、はい、クーペも乗ってる、ちょっとじゃあ全レパートリーを乗ってる。そうです。あとはかぶり寄りだけだなって言ってるぐらいなんですけ ど、はい、そういう方なんですけど、一応車高今まで下げてるんですけど、はい、C クラス下げちゃうと、はい、やっぱ街乗りちょっと大変だったので、もともとちょっと低めなんですね。そうなんですね、はい、あえて今回はもう下げてない形でお乗りいただいてます、はい、大人な感じですね、はいはい、これでもパッと見全然おかしくないと思いますけどね、はい、であと横、はい、エンブレム、あ、そんなところもブラックアウトされてるんですね、はい、でミラーのところ、これって最初から純正で、はい、純正でこんなアクセントがついてるんですね、はい、アクセントついてますね、はい、で、はい、横のここのステッカーも、はい、ちょっと黒だと見えづらいですけど、サイドステッカー、はい、あ、そうですね、うん、ここもエディション1入ってますね、はい、で、ここら辺は、はい、ドアノブも、はいはい、ね、ブラックアウトされてますね、ハンツヤで、はい、サテンブラックで塗ってる感じですかね、まあ、定番ですよね、はい、これ塗るのもね、はい、で後ろの方に行くと、はい、まずここら辺もエンブレム関係、ああ、なるほど、はい、で真っ黒黒です、はいはい、ここの本来このマフラー出口もシルバーなんですけど、黒に塗らせていただいてます、ね、はい、なるほど、じゃあもう本当に徹底的に真っ黒に、はい、黒のところを、あのシルバーのところをなくして、メッキのところを、はい、黒にやってますね。だからベースは下黒と赤、はい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 、じゃあもうイメージカラーの黒赤がより強調された感じの、そんな車に仕上がってるわけですね、はい、そういう感じですね、でもまあ結構迫力がある感じ、はい、そうですね、ルーフレールとかも黒なんですね、もともと黒ですね、はい、なるほど、いや、かっこいいですねこの車、うん、だからそのなんていうんですかね、はい、真っ黒にしちゃうとちょっとなんていうんですかね、はい、言葉悪いですけどちょっと昆虫チックに見えちゃうところがあるんですけど、あ、ちょっとくどくなっちゃう感じですかね、そう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 、はいはい、でも全然そういうのがないんですよね、はい、ところどころこう、はい、マットだったり、マットだったり、はい、こう赤もそうですし、はい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 、この横のラインも残してたりとか、はいはい、ホイールも色多分これオーダーされてるのも色も真っ黒にしてないですよね、はい、そうですね、はい、はい、そういったところでブラッシュドブラックですかね、はい、これもちょっと多分 BC のスタンダードカラーじゃないちょっと特注っぽい感じがします、うん、特注のカラーですね、はい、そういったところでやっぱり
あえて本当に真っ黒にしないで、黒をうまく使ってコントラストで、はい、半ツヤとツヤ消しとツヤあり、はいはい、うまく使ってる、はい、確かにそう考えるとそうですよね。ステッカーなんかもそうだし、うん、この辺の塗り分けも、うん、はい、だからその、なんていうんですかね、はい、まあ全部黒っていう形じゃなくて、そういったところで黒系を使って色を、はい、うまくコーディネートしてる感 じ, る感じの方ですね。なのでやっぱりその、はい、そういったきつくない、どぎつくないような、あ、はい、仕上がりになってると思います。僕全然知識ないんですけど、はい、これワゴンってセダンとこのボディのこのトランク以外は全部一緒ですよね。同じですね。長さだったりだとか、はい、幅だったりだとか、はい、なるほど、だからあとは、まあ、エディション1でよく言うと、はい、サンルーフはエディション1ついてないんですよ、はい、あ、そうなんですか。セダンは、はい、でもワゴンになったらついてるっていう、じゃあよりなんか快適性とかこう、そうですね、装備の部分で言うと、はい、ちょっとこう良くなってるんですね、はい、なりますね。ワゴンは本当に、まあ、エディション1自体はそのなんかまあ初期だからっていうイメージはもちろんあるんですけど、はい、やっぱ私たちやってる中古車市場っていうのはエディション1ってやっぱちょっとクラスが1個違いますね。あ、よりこう特別感が、人気が高いです。あ、なるほど、はい、極端にやったらもうエディション1しか仕入れませんというぐらいあの価値がある、はい、G クラスなんかめちゃくちゃ人気ですよね。そうそうそう、はい、ヘッドライトがあの黒いのとか、はいはい、だからベンツに関して の, そのエディション1っていうグレードに関しては、はい、まあ、私はあの、まあ、今後ももちろん値段残ってくると思いますし、はい、まあ、装備も全然違うので、うん、すごいおすすめだと思います。じゃあちょっと中見ていただければ、はい、じゃあ続いて中を見てみたいと思います。はい、はい、中内装の方は、まあ、はい、あの先ほど言った赤と黒の、はい、イメージということで、はい、まあ、こういったステッチ、中もかっこいいですね。これダイヤモンドステッチって、ね、赤ってことね。シートなんかもですね、はい、こういうシート赤いステッチ映えますね、はい、映えますね、はい、シートもかっこいいですね。これかっこいいです。はい、まあ、ちょっとね、はい、あのスポーティーすぎるっていうところもありますけど、まあ、全然乗って走ってみると、はいはいはい、はい、なんかちょっとレカロのスポーツスターになんか通じるような、もしかしたらレカロが作ってたりとかしますかね。なんか結構あるんですよね、純正シートでもレカロがこうプロデュースしてたりとか。そこはちょっとすみません、勉強不足、はい、僕もわからないですけどなんかちょっとレカロな雰囲気を感じました。雰囲気ありますよね、はい、それぐらいちょっとスポーティーな感じで、はい、で、はい、こういったシートベルトなんかも赤に、シートベルトも赤なんですね。だからやっぱここの内装だけでやっぱりエディション1って全然違うので、はい、外装はね、まあ、作れたりする部分はあるんですけど、はい、そういった部分でも違うので、はい、であとはちょっと細かいところですけど、はい、これオプションのなんかサウンドシステムもついてる。そうですね、まあ、もともとそのグルメスターの方があの装備してるんですけど、これは後付けのツイーターですね、はい、あ、ツイーターだけ後付けで、はいはい、つけてます。でこれ回転して出てくるやつですね。回転して、わー、すごい凝ったギミック。はい、はい、これでもすごい人気ですよね。ね、C クラスに限らず、S なんかでもつけてる方いらっしゃいますよね。なるほど。なんかこれいいですね。なんかまた外と違って、はい、ね、このメッキとかシルバーとか。うん、いい、ここで。はい、いいですよ。小島さんが乗るバージョンでじゃあお願いします。はい。はい、じゃあハンドルはこれ。はい。パッと見てわかりますか。変わってますね。オリジナルでうちのショップの方で作らせていただいたあのステアリングになるんですけど、この中も。カーボンじゃ赤とあれが入ってる、すごいこだわりの、なんかセンターコンソールのちょっとその赤いカーボンに合わせてあるんですか。はい、そうですね、はい、この色なかなかちょっと合わないんですけども雰囲気はちょっと合ってますので、握りはやっぱり太く、はい、太めにパンチングレザーで、うん、作られてますね。質感いいですね。いいですね、はい、そこに慣れちゃうとすごいいい感じになります、ね、なるほど。安全装備なんかもここら辺ですね、はい、ヘッドアップディスプレイとか、まあ、レーンチェンジとかももう基本的にもうベンツはもう安全性はまあ全然問題なくついているので、はい、充実の安全装備なんですね、うん、大事だと思います、はい、ここですね、ここ、はい、ここがやっぱり特徴の、それもエディション1、そうです、エディション1じゃないとオリジナルというか特別なところですよ、はい、で AMG の、はい、時計、IWC の時計、メルセデスって言ったらやっぱり IWC、はい、はい、入ってますね。ダッシュもこれ高級感ありますね。ステッチもね、やっぱりステッチで純正とかでも黒白とかはあるんですけどね、はい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 、やっぱ赤っていうのはやっぱエディション1、はい、ですね、いう感じになります。なるほど。ちょっと後ろの乗ったらどうですか。じゃあいつもと逆で、はい、お届け。後ろもすごい、これすごいっすね、全部ダイヤモンドステッチと、ちょっと乗ってみたいと思います。結構助手席下げ気味、下げ今下げてます、ね、割と下げ気味ですね。わ、あ、クッション意外に柔らかいです、う
はい、柔らかいです。そしてスペースは全然、はい、僕175センチですけどちょっと天井低めですかね、はい、中もこうファブリックだ、ファブリックっていうか天井もこうファブリックですけど黒で、はい、いやいい感じですよ。そしてリアもちゃんとシートベルトが赤いシートベルトになってます、はい、あれ小島さんこれなんですか、これ電動で倒れるんですか。そうそうそう、こんなところも電動だったりだとか、はい、なるほど。そしてそんなところにスピーカーもセンタースピーカーもついてるんですよ。あ、ここですね、はい、普通はここサングラス入れなんで、あ、そうです、これもつけられてますね。なるほど、はい、3D、 あの純正の S なんかでも 3D サウンドっていうのがあるんですけど、はい、多分それに合わせてる感じだと思いますね。あ、そういうことですね、はいはい、でリアは快適装備は、まあ、C クラスなんでそんなにこう、まあ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 、充実って感じじゃないですけど、うん、まあ、必要なものは、まあ、はい、ついてる感じですね。小物入れがついてたりとか、はいはい、でこのシートなんでここにポッケはついてない感じですね、うん、はい、そしてリアも、はあ、リアもこれついたとこかっこいいですね、これプロベスター、うん、はい、でドリンクホルダーもついてて、はい、なるほど。 AMG のマットがかっこいいな。それも赤ステッチ入ってるんで、はいはい、エディション1の。あ、そうなんですね。そうです、はい、すごい。で細かいとこ見てると結構エディション1っていいんだよ、はい、そうですね、いいんだよってそうですね、結構特別なところ多いですね、はいはい、これはなんかちょっと中古車市場でも人気あるの分かります、はい、人気ありますでしょう、はい、なんかちょっとしか変わらなかったら、うん、まあ、じゃあちょっと新しいの買ってちょこちょこって感じですけど、はいはいはい、これだって後からできないですもん。できない、できない、はい、うん、なので、行きましょう。じゃあトランク、はい、続いてちょっとトランクを見てみたいと思います。はい、トランクもちろん電動なんですね。電動です、はい、これ閉めるのも電動ですか。電動です。ああ、なるほど。そうでしょ。あれだってあれ、あ、そっか、メルセデスは C クラスでも。そうですよ。いや前回紹介したその M6 が手だったじゃないですか、うん、あ、はい、そこら辺はね快適なので。なるほど。これもあれもついてるんじゃないかな。じゃあ一応ここでも開きますけど、はいはいはい、まあ、荷物持ってる仮定して、はい、あ、なるほど。これもう一回やると止まる。お、本当だ。もう一回やると閉まる。しかも反応いいっすね。反応いいでしょ。昔は結構あのバコーンなんて蹴っ飛ばしちゃったりしたんで。いや信用しないとダメなんですよ多分。そうそう2回やっちゃダメです。いや結構 BMW は分かんないですけど、うん、ミニの時は結構反応悪くて、うんうん、結構その開かないのあるあるだったんですけど、うん、今はそういうのはないですね。なるほど。あ、これトランクからもちゃんと倒せるんですか。そう、トランクからも倒せますし、さっきのボタンからも倒せるんで。装備すごいですね、なんか。全然、やっぱりベンツは安定のベンツですから、これの快適は。あ、で、トランクも結構余裕ですね。はい、で、ワゴンでもちろんその高さもありますから、ね、はい、高さ取れれば行きます。これじゃあシートを倒してなんて言ったらものすごい詰めますね。一回倒してみましょうか。じゃあ向こう側、はい、ドスンと。わ、すごい。わ、すごい。倒せるわ。へえ。十分ですよね。結構シートはでもワイルドに倒れる。そうそうそう。もうちょっとね。とかじゃないですね、はい。もうちょっとね。バターンっていう。はい、すごい。容量すごくないですかこれ。まあまあそこら辺は。はい、これコストコとかイケア行きますね。まあ行けるよね。行けるよね。そこら辺がつっちゃうね。生活感が。生活感が、ね、にじみ出ちゃう感じ。すごい。でこの下どうなってるんですか。あ、下はこれパンク修理キットと収穫コンテナみたいな、折りたたみコンテナみたいな、はい、これは、あ、これ純正なんですね。純正です。あんま使う人ね見たことないけどいやでもなんとなくこう、はいはい、これでこう、はいはい、ぴったりなんですね、はい、そしてこれ意外と収納ありますね、容量。そう、そこね、はい、意外に詰めそう。秘密の、はい、秘密のね、ぴったりですね、本当にぴったりです。あ、ここか。すごい。ここでは意外にトランクのこのマットは普通のワゴンと共通なんですね、うん、そうそう、赤ラインじゃないんです。そうですね僕的にはここもちゃんとエディション1してほしかったんですけど、うん、まあ、そこはね、はい、あのオーダーで作ってください。あ、なるほど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 。これも一応純正のね、はい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 、あれなんで、はい、すごい。そしてじゃあこれを僕やってみていいですか、うん、どうする。シュッ、わあ、いいっすね。いいです、はい、すごい。
僕はあんまりこういうシチュエーションがないんで、うん、ちょっと使うかどうか見ますけど、でも必ず1回はあると思う、はい、まあ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 、うん、そうですね。あとお子さんなんかこう、そうそう、ね、されてる時なんかは、うんうん、僕、うん、うちの子供ちっちゃいんで確かにいいかもしれないですね、うん、でもちろんこっちもで閉まります。あ、ストップもできて、はい、閉めるのもできます。なんかもう本当にメルセデス、こういう基本装備すごいですね。基本装備はもうね、うん、まあ、さすがベンツ、安全装備もそうだし、はい、やっぱりこういう便利機能なんかも当然のようについてますよね、まあ、そうですね、まあ、正直なんだかんだ言って、はい、ベンツ、メルセデスはやっぱりあメルセデスだなっていうのもありますね。やっぱりみんながそこを目指して作ってるだけあって、うん、まあまあありますね、はい、ベンチマークな車なんですね、はい、なるほど。それではちょっと店頭周りを見てみたいと思います。これデイライトですかね。あ、デイライトというかもうライトついちゃうんですもんね。はい、これがスモールですかね。このチューブが光る感じです。はい、そしてロービームがプロジェクターがそれぞれ光ってます。でウインカーがこのライトの上の部分、ミラーの端の部分ですね。はい、あ、ハイビーム両方上がるんですね。そしてフォグなんかはないと。はい、前回りこんな感じです。ちょっと続いてリア見てみたいと思います。お願いします。スモールがちょうどこのチューブがこう両方光る感じですかね。そしてウインカーがこの外側の下側だけ光ってます。でブレーキを踏むと全部、あ、この外が明るくなってハイマウント、そしてバックはこの内側が光る感じですね。バックフォグはここですかね。あ、正解ですね。ここがバックフォグな感じです。ありがとうございます。続いて音も聞いてみたいと思います。小島さんお願いします。バルブがついてるんでちょっと変わります。はい、これバルブが開いてる状態でしょうか。いや、閉じてます。あ、これ閉じてる状態です。開けます。はい、あ、ちょっと音が大きくなったでしょうか。はい、ありがとうございます。ギャップがすごいですね。この車からこの音がするのかっていうギャップがすごいです。乱暴な音が、はい、V8 サウンドが響いております、はい。でもこのなりで C63S ですもんね、うん、そう S、はい、C63S、まあ、63の方が少ないかもしれないね。あ、 S の方が多いんじゃないかな。なるほど、うん、いやすごい、はい、ギュウギュウ詰めですよ。ギュウギュウ詰めです、はい、V8510馬力か。500馬力出てるんですか。500馬力出てます。すごっ、いやすごいっすね。なんかもう僕一番なんか C クラスがすごいと思います、ね、なんか S クラスってもうちっちゃい排気量ってないじゃないですか。 C クラスって下手したらもう本当に一番 2000cc ぐらいからここまで同じボディでやってのけるっていうのはすごいですよね、はいはいはい、子供の体で大人のパワーみたいな、ねね、感じだから、はい、羊の皮をかぶった狼じゃないですけど、はい、なんかちょっと そう見せない、はい、まあ、ブレーキとか、まあ、知ってる人から見れば、はい、とんでもない車だとバレちゃいますけど、はい、はい、ね、一見するとそう見せない、はいはい、もうきっちりのエンジンで、すごいっすねこれ。これもじゃあ乗ってみますか。今回も乗ってみましょう、はいはい、ちょっと楽しみです、はい、いいっすね。ちょっとじゃあこれから試乗に行ってみたいと思います、はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう、はい、シートの調整はこの安定のメルセデス、使いやすいですねこれ、うん、アデシートヒーター、ベンチレーションはついてないんですよ、ね、このシートになると使うんですね、はい、あ、そうなんですね、うん、スポーツシートなんで中も、まあ、このは下半分は、うん、まあ、いわゆる C クラスのあれですけど、うん、上はちゃんとレザーでドアとかもめちゃくちゃ高級感あります。わ、結構硬いですね。硬い、はい、そうかな、あれですかね、タイヤのせいもあるんですか、うん、タイヤのせいもあると思うけどね。ちょっと20インチで、あ、でも標準が20インチですか、うん、なんか結構しっかりした乗り心地だなと思ったんですけど、この赤い糸が織り込まれた、うん、はい、カーボンいいっすね。そしてメルセデスってやっぱりシフトのとこでこう、うん、シフトじゃないや、こ
このコラムのとこでシフトだから、うん、この辺すっきりしてていいですよね、うん、なるほど、ドリンクホルダーと、はい、ここで、はい、画面出るか出ないか、今勇気をくれるこの文字、はい、ここで変えます、はい、あ、なるほど、モードの切り替えですね。スポーツじゃあコンフォートからお願いいたします。コンフォート、今コンフォート、うわー、もうドロドロしてる、V8 サウンドが、うん、このボディからは想像できない V8 サウンドがいいっすね、ロクさん独特で、はあ、ドロ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 っていう、あー結構しっかりめですね、うん、でも柔らかいでしょ、ちょっとやっぱりね、この辺のコンソールとか、あ、なるほど、で USB とか SD カードとかもついてて、うん、あーこの辺のパネルと結構合ってますね、うん、さすが、でもメーターなんかも、メーターもカーボンなんですね、これ。 AMG のね、はい、これはエディション1じゃなくて AMG はこれだったと思う。あ、そうなんですね、うん、エディション1、エディション1ですね、はい、そして赤いシートベルトが、はい、イケてます、イケてます自分も赤いシートベルトでしょ、はい、イケてます、いいな、これ目立ちますね、意外に外から見て、うん、このシートベルトが赤いの。エディション1って何だったっけ、この前の A クラスが初めだったのかな、はい、あ、そうなんですか、確かそんな気がするな、うん、へえ、その時結構やっぱり人気が出て、はい、B クラスはないね、 C クラスとか、へえ、あと E とか、まあ、はい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 、S もそうだし、はい、で今回の車はドラレコとか、はい、レーダー探知機とか、うん、その辺の後付けのパーツも充実と、うん、はいはい、もうここから付けるものって多分な、まあまあないと思います、ね、なるほど、もうハンドルが結構ねしっかりしてます、いいですね、ちょっと、はい、せっかくなんでモード早速いっちゃいますか、うん、スポーツプラスに、スポーツにするとそう、はい、スポーツプラスにするとこうなってますよっていうのでマフラーも変わるの、はい、ああもう全然音違いますね、音違うし、わあ、スポーツの状態でここのボタンを押してもらうと、はい、ここだけマフラーは一応変える、あ、なるほどなるほどなるほど、うん、スポーツからいきますか、うん、はい、でもスポーツはスポーツプラスで、ね、そんなに変わらないよ、ね、でもせっかくだったらこうドロドロ言ってる、じゃあスポーツプラスにします、うん、いや今もうスポーツの状態で、あ、マフラーだけですか、うん、でもスポーツプラスでいこうか、じゃあめっちゃ聞こえますね、本当にドロドロ、足も結構硬めですね、うん、わあ、わあ、アフターファイヤー的な、うん、そう、ババンっていう、ババンっていうね、これいいっすね、なんか本当に、うん、Cクラス普通のファイヤーとかってなんだ、はい、なんだろうね、やっぱりその、はい、最近はよく出るよね、昔は出なかったもんね、それ。なんか今演出であえてそうやってるらしいですよ、うん、ね、はい、昔この前の C クラスのブラックシリーズ乗った時にやっぱりすごいそういうのがあったんで、はい、すげえなと思ったんで、いやでもマフラーの音もそうですけど、そういう乗り手にこう訴えかける演出ってすげえ重要ですよ、うん、絶対重要、はい、うん、じゃあね、それなかったらじゃあ電気自動車乗ってりゃいいじゃんみたいな話だから、ね、はい、だから BMW もこう音をこうスピーカーから出したりとかするじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそういうところも重要ですよね、でもね、音もね、スピーカー出しちゃうでもな、あれだよね、え、小島さんダメ派ですか、ダメ派です、本当ですか、やっぱりちゃんとした音を出してもらいたい、わあ、結構早いですね、結構というかだいぶ早いですね、多分全然踏んでないですもんね、全然全然踏んでない、さすがメーターがこう320キロまで振ってあるだけありますね、すごい、でも乗り心地としてはさ、はいはい、ゆっくりゆったりっていう感じではない感じですよね、はい、そしてこのボンネットのこのプレスラインがすごいですね、6さんはこれ専用のボンネットですもんね、うん、ですよね、うわ、すごいこううっていう感じが、トルクが、これはあえてねちょっと誇張しちゃってますけど、はい、まあ、あとコンフォートで乗ればいいかなって感じで、今マニュアルモードに変えて、はい、あ、パドルで、パドルで、はい、うわ、でも結構ダイレクトに入りますね、はい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 、今4速3速で、いや、いい音しますね。
今のシフトって結構やっぱりあれだよね、優秀だよね。スパンスパン入るもんね。63ワゴンいいっすね。なんかこう荷物も詰めてこう快適さもあるし、うん、この C クラスとのこのギャップ、いやいいな。買えないけどちょっと欲しくなっちゃいますね。え、買えるでしょ。いや買えないっすよ。大丈夫ですよ。買えないです。土川さんも言ってたじゃん、あの、はい、いろんなプランできますよって言っていや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 、それある程度限度がありますよ。限度が、はい、大丈夫大丈夫、僕の収入では、はい、そんないい車乗れないです。いやいいな、いいっすね。なんかもう、はい、ザップ E8 っていう、そうですね、うん、感じので、しかもモードの切り替え、その音とかも、うん、ある程度コントロールできるじゃないですか。ですね、だからテンション高くない時に、うん、ちょっとこう常にこの乗り心地とこのドロドロの排気音、うん、ちょっとこう疲れちゃうんですけど、うん、ちゃんとコンフォートにすれば、そう、ね、静かにも走れるし、コンフォートに戻す。大体もうこれだけパワーあればほとんど踏まなくても全然踏まないね、はい、うん、いいぐらいですからね。ああもう全然コンフォートですね。いやこれ逆だとすごく分かりますね、うん、だからスポーツからコンフォートに上がると分かるよね。そっちの方が結構インパクトありますね、うん、いやすごいすごいですよ、でもいろんな今車ね、はい、動画を通じて乗ってるけど、はい、いや全部違うでしょ。全部違います。もちろんだからこの上の E クラスとか S クラスになればこういうピラーとかこういういろんなところの質感もっと良くなるし室内空間も広くなるんですけど、 C クラスでこのギャップがいいですよ、はい、だから結局その、まあ、悪く言っちゃうかもしれないけど、はい、そういったところでやっぱり、はい、やっぱり C クラスだよねって言われちゃう部分もあるんですけど、エディション1に関してはこういうところがやっぱり、はい、そうですね、特別感があるから、はい、そのやっぱ C クラスだよねっていうのがあまり言われないですね。なるほど、うん、いいな、サンルーフのこの開放感も。エンジンはね、はい、S とかね、E とか積んでるのと同じだから、ね、まあ、若干チューニングというか味付けは多分違うんでしょうけど、基本のところは一緒ですけどね。そういうパーツがね、どうしても言われがちなところがあるけど、だからそういうところでやっぱエディション1って人気がやっぱりあるんじゃないかなと思うので。なるほど、いやいいなこれ。やっぱ乗った時にテンションが上がる車っていいじゃん、はい、そうですね、そうですね、うん、それは言えます。この辺がなんかね、はい、アルミだけっていうのだとちょっと、はい、寂しいかなっていうのがね、はい、こういうのを見ちゃうとねやっぱりあるよね。いやこれはちょっと楽しいですよ。目的なく走りたい感じになっちゃいますよ、はい、高速安定もいいですし疲れないですね、はい、このシートだけ合うか合わないかっていうのはどうしてもこれはもうちょっとあの正直レビューなんで。そうですね、若干ちょっとこうこのシートが合う人と、ね、うん、合わない人っていうのはやっぱり一回座ってみて、なんかやっぱり座ればするほどなんかこれレカロがなんかやってる気がするんですよ、うん、個人的にはちょっとこの硬さとこのポジションと違うかな、ちょっと調べます後で、うん、はい、でも結構細かく調整できるんで、うん、でもこのシート多分ね AMG GT とかもこれと同じような感じのシートなんだけど、はい、あ、そうなんですか。 AMG GT は正直もうちょっと疲れる感じがする、はい、あ、うん、もうちょっとタイトなんですね。そうそう、だからやっぱ車とシートの組み合わせでやっぱりそういうのも全然違うんじゃないかなと思うね。結構あるんですよ純正で、うん、純正をレカロがカスタマイズしたやつもあるし、うん、純正のシートをレカロがプロデュースしてるやつもあるし、うん、あとはもうまんまレカロのものを供給してるやつもあるもんね。でも間違いないよね、ちゃんと作ってるところを使うとね。まあ、レカロ結構その、まあ、レカロかどうかも分かんないうちにどんどん話が膨らんじゃってますけど、うん、その飛行機のシートとかも作ってますから ね、うん、ね、何でもやってるよね。いやいいなこれ、いい車ですよ、うん、コンパクト感がいいよね。そうですね、まあ程よく落としてないので、はい、そうですね、使い勝手も損なわないという感じで。わあ、いかがでか。僕的にはもうボンネットがいいです。いいですか。はい。なんか特別な車に乗ってる感が。はい。いやーちょっと短い間でしたけど、ちょっとすごく楽しい試乗でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより C63 ワゴンエディション1をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。